ティーバは、ギリシャ共和国中央ギリシャ地方、ビオティア県にある都市であり、その周辺地域を含む基礎自治体、ビオティア県の県都である。古代ギリシャ時代は、定媒の名で呼ばれ、アテナイアスパルタと覇権を争った最有力の都市国家の一つである。また、多くの神話の舞台としても知られる。ティーバ市街は、ビオティア県東部に位置し、春キだから南西へ。 約2 9ル、ケ県とリバディアから、北北西へ約4 1トル、首都アテネから北西へ約5 3トル、ラミアから南東へ約1 0 0トルの距離にある。ビオティアとアッティカオはかつ、キサイロナス山脈の北六区、ビオティア平原の南端にあたる。自治体としてのティーバ市は、2011年の自治体統廃合によってティーバ市外から、 南西方向に大きく広がり、コリンティアコス湾に面する領域を持つ。ティーバ市街は、地域の北東部に変しており、ティスビ地区の中心集落であるドンブレナは、ティーバ市街から、西南西へ、約30キロメートル隔たっている。地域は、ティーバ市街から見たときに、北西で、オルホメの寿司、北東で、エビア県、ルキダ市、東出た、グラ市に隣接する。 南にそびえる、キサイロナス山脈は、古来よりアッティカとの境界となっているが、マンドライコールイディリア市との境界線は、エリトレスその北側に食い込まれている。ティスビ地区の西で、リバディア市南部と接し、ティスビ地区の北、ティーバ市街西方のアリアルトス市は、ティーバ市が二方から取り囲む形となっている。ティーバ市街の北方には、イリキコとパラリムに湖があり、 自然保護区に指定されている。地域南部から、キサイロナス山脈の山岳地帯が続いている。コリンティアコス湾沿岸は、山が海へ落ち込む地形となっている。ティーバ地域に含まれる人口1000人以上の都市、集落には、以下がある。市の人口の大半は、ティーバに集中し、バイアは、ティーバ西方約1 5トルに位置する。地域は、プラテス地区、ティスビ地区で、 コリンティアコス1に面するが、地形の制約から、沿岸集落は発展しておらず、最大のものは、ラムダウプシロンカッパである。紀元前7世紀、定媒で作られた陶器の像、ティーバとその近郊からは、青銅器時代に遡る古い遺跡が見つかっている。未経年文明の遺跡からは、千文字 B の記された石板も発掘されている。神話にもたびたび登場し、 カドモスやオイリプース、ディオニューソスゆかりの地である。ギリシャの都市国家の時代において、バイは、ボイオーティアで最大の都市であり、ボイオーティア同盟の名手であった。ペルシャ戦争においては、紀元前480年のクセルクセス一世の、ギリシャ侵攻に際してアケメネスはさ、ペルシャに味方した。紀元前371年、レウクトラの戦いで馬名のンダス率いる定媒軍は、 スパルタ軍を破り、テイバイがギリシャの覇権を握ることとなった。しかし、紀元前362年のマンティネアの戦いで、エパメーノンダスを、はじめ多くの将軍を失い、派遣は長くは続かなかった。マケドニア王国のピリッポス2世は、覇権国家だった当時のテイバイに、人質として暮らし、エパメーノンダスから教育を受けたとされる。 紀元前338年のカイロネイアの戦いで、ピリッポス2世とその子アレクサンドロス3世が率いるマケドニア軍と戦った定売軍は敗れた。紀元前335年、マケドニアに反旗を翻した定売は、アレクサンドロス3世によって破壊され、住民は殺害されるか奴隷として売り飛ばされるかの運命をたどった。アレクサンドロス3世の死後、 ディアドコイ戦争の中でマケドニアに拡挙したカッサンドロスは紀元前316年にバイの再建を認めた。紀元前293年にはアンティゴノス朝のデメトリオス一世によって包囲、占領されているが、バイは反旗を翻し、翌紀元前292年には再びデメトリオス一世の包囲を受けている。2回目の攻防戦では、 デメトリオス一世も負傷するなどの激しい攻防が繰り広げられたが最終的に陥落した。激しい攻戦を受けたにもかかわらず、デメトリオス一世は定売を恩賢に扱っている。紀元前287年、デメトリオス一世は定売に自治を認めた。東ローマ帝国の統治の下で、ティーバは異民族の侵入からの避難場所としての役割を果たすようになった。 10世紀以降、ティーバは新たな絹取引の中心地となった。アテネから持ち込まれた石鹸や染料によって絹をめぐる産業が発達し、12世紀の中頃までには首都コンスタンティノープルスらしのぐ帝国最大の絹の生産都市となった。ティーバの女性は優れた織物の技術で知られ、中世においてティーバの絹織物は高い品質と評価を得て、 貴重なものとされた。1146年、ノルマン人による略奪を受けたが、間もなく復興した。都市の繁栄は、第4回十字軍による帝国の解体まで続いた。フユーなティーバは、アテネ公国のラ・ロッシュ家によって首都に選ばれたりもした。1311年には、カタルーニャ傭兵団がこの町を占領し、彼らの国家の首都とした。 1379年にはナバラ傭兵団がこの町を占領している。ラテン人たちの支配は1458年にオスマン帝国がこの地を占領するまで続いた。オスマン帝国はティーバの名をイスタフェと改めた。1687年から1699年にかけて、 ベネツィア共和国が占領したことはあったものの、オスマン帝国は1829年までこの地を治めた。現代のティーバは繁華な商業都市であり、多くの産品で知られている。1980年までは農業生産物といくらかの工業製品を生産していたが、1980年代から90年代にかけて、 多くの工場がアテネに近い南へと移転していった。この地域の観光業は、ティーバとその周辺の村が、中心地である。古代史の舞台となった土地や遺跡が多くあるが、アテネや、ハルキダといった著名な観光地に比べれば、産業としては成熟していない。ビオティア県の旧自治体ビオティア県における、ティーバシティーバシは、ビオティア県に属する6つの基礎自治体の一つである。 現在の T バッシはカリクラティス改革に伴い QT バッシを含め4自治体が合併して発足した。旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は下に掲げた旧自治体地図の番号に相当する。下表の旧自治体名欄は無印がディモス、印がキノティータの名を示す。面積の単位は経平方メートル。 人口は2001年国勢調査時点。QT 橋カリクラティス改革以前の QT 橋にあたる。T バッチ区は、以下のキノティタから構成される。表中の、デルタ。デルタ。は、デルタイタミュータウヨタカッパデルタヨタアルファミューローイオタシグマミューアルファの略であり、カポディストリアス改革による、統廃合以前の旧自治体に由来する区画である。内は人口を示す。 ティーバ市街の北方に、アテネとテッサロニキを結ぶ高速道路 A1 号線が、東西に走っている。また、ティーバ市街から南ヘキサイロナス山脈を越えて、サロニコス湾沿いのエレフシナに至るグレーマイナス3号線も主要な路線である。アテネとテッサロニキを結ぶ幹線が、市内を通過している。ありがとうございます。